ニコロズ・チョロカシビリニコロズ・チョロカシビリは、グルジア正教会の司祭であり、政治家、外交官、有力な貴族の家庭に生まれる。イタリアにあるギリシャ聖職学校に学び、1608年から1614年にかけて、グルジア東部を支配するカヘティ王国の王テームラス一世の宮廷に仕える、司祭となる。シャア・アッパース一世が1614年に、 進行していた際、エルサレムに赴いた。1625年に、テームラズにより、ペルシアの攻勢に対抗する支援を得ることを任務とするヨーロッパ大使に任じられた。しかし、ヨーロッパ諸国はこの時、30年戦争にあって、コーカサスの一キリスト教小王国の運命に関心を払うどころではなく、この任務は失敗に終わった。ローマ訪問中、 最初のグルジア語印刷物である、グルジア語辞書の出版を助けた。1629年に帰国すると、トビリ氏のメテヒの上級司祭に任じられ、1629年から1632年まで、その任にあった。1632年には、ミングレリアヤケレバン2世に招かれ、大臣に任じられた。1643年から1649年にかけて、 再びエルサレムで暮らし、十字架修道院で手のひら院となる。1649年にミングレリアに戻り、1650年にはアブハジアのカトリコスに異される。レバン2世の英民後は、新しいコーバメク賛世により捕らえられ、1658年、獄中で英民した。ありがとうございます。